はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。僕、平昌様。僕、万能様。スペアリブ様。ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。平昌っていうのは、福島県立平商業高校の略であります。万能っていうのはですね、福島県立いわき農業高校の略であります。こちらをご卒業されている方だと思います。こんな感じで、ステマですけれども、黙読なさってください。大谷ハラスメント。ドジャース選手にですね、大谷翔平のことを聞きまくる日本のマスゴミに選手うんざり。一番ショートのムーキー・ベッツ選手。毎日毎日大谷ってうんざりだよ。もう大谷のことを聞かれても答えないよ。国内でも非常識なマスゴミ。外国に行っても非常識で世界の恥さらしと。こいつら日本人って思わないでほしいんだよな。日本人嫌いにならないでほしいな。世論です。またマスゴミが迷惑かけとんのか。日本のマスゴミは今永も取材しろ。誰すか今永って。野球に興味ない人にも押し付けるから、マスゴミは嫌い。マスゴミのせいで日本が嫌われる。日本のマスゴミ世界の恥。日本のマスゴミがによる大谷ハラスメント。日本のマスゴミを出禁にしていいですよ。日本人から見ても日本のマスゴミは本当にうざいと。一流の野球選手にですね、別な選手のことばっかり聞くのは失礼ですよね。例えばですね、まあ、政治家に別な政治家のことばっかり聞きに行ったら、あれじゃないの、失礼じゃないの。それがわからないぐらい愚鈍で自己中な日本のマスゴミ。さすが、世界最低の品質を誇る。世界最低最悪って私思ってますけれども、日本のマスコミのことをね。ドジャースさんは、日本のゴミを出禁にしていいですからね。日本人こんなのばっかりって誤解されては叶いませんよ。マスゴミの中身に日本人じゃねえですからね。テレビないからわかんないですけど、大谷のことばっか放送してるらしいですね。テレビ局の中のおっさんとじいさんと違って、野球に興味ある人ばっかじゃないからな。50代半ばより上の人、野球でしょう。おっさんじいさん。そういうゴリ押しが嫌われて衰退してんの分かんないんでしょうね。多分1万人にデモされても態度改めなかったんだから、治療不可能、予後不良。日本のマスゴミはこのままゆっくり滅びていくんでしょう。日本の恥さらすのやめてくんねえかな、日本人のふりしてさ。ほんとね、嫌ですね。評判悪くなっちゃって。日経新聞記事、新卒含む入社数年の若手社員のうち4割が転職を考えている。企業は離職対策を迫られている。4割しかいねえのか、7割ぐらい考えてるのかと思ってましたよ、私は。1回でもね、転職考えたことある人、言うんだったら8、9割なんじゃないのかな。世論です。給料上げれば解決。42歳だけど俺も転職したい。頑張って引き止めてもいずれ辞める。聞いていた話と違う、騙されたって感覚なんだろうな。岸田が転職推進してるし、しゃあない。氷河期を捨てた企業が新入社員に捨てられてざまー。自分が会社に期待されてないと思ったら辞めていい。ダメだなと思った会社はすぐに辞めて転職するのが正解。すぐ辞めるやつが輸入とかまずないから。意見分かれてますね。2割の社員が売上の8割を叩き出すって法則がありまして、優秀2割以外は辞めてもさほど困らないんじゃないんでしょうか。問題なのはですね、優秀だっていうのを見抜けないで出世させない、給料を上げないバカ企業。こういうとこだとですね、他社でも通用する優秀から辞めて転職したり開業したりしてしまいます。転職考えてる4割は待遇が不満であるとか、やりたいことやらせてくれないであるとか、上司同僚が嫌などなど。そういったどんどん転職すればいいんじゃないですかね。それで業務が滞れば社員の待遇や環境に疎いだ、つまり社員を大事にしない、ブラック企業が淘汰されていくんだしね。今後の人口減少に見合った企業数に調整していかないと。自民党さん、安く使える外国人を輸入してってことになるしね。企業数減らせば、自動車の会社もトヨタ、ホンダ、日産、スズキ、マツダ、あとどっかありましたっけ。一社ぐらい
なくなるかもしんないな、調整されてね、広島平和記念公園が拡声器禁止、プラカード禁止、大声禁止となりました。毎年8月に大騒ぎするパヨ対策としてでしょうね、去年は市職員に体当たりした中核派が5人逮捕されてるしね、バカな学校ほど校則が多いって法則そのまんますね、バカな学校ほどあれやっちゃダメこれやっちゃダメって校則がどんどん増えていく、やるやつ出るからいちいち増やしていかないといけない、優秀な学校だとですね、まあ、あの高校だと高校生らしい服装をしましょうなんていう校則1個で済むところ、バカな学校だとスカートは何センチ以上とか、頭髪これは禁止みたいなどんどん増えていくっていう、法則そのものですね。世論です。誰も困らない良対応、誰も困らない良い案だな、お左翼の力が衰えてきた、黙祷の時間ぐらい声出さずに黙祷してろよ、全くだ、1分間も我慢できないのかね、鎮魂の場で騒ぐマインドがもう理解できない、中核派ってまだいるんだ、まだいるも何も令和の正体だぞ、なぜ記念式典を大声で騒ぐ場と勘違いできるのか、パヨを社会から排除しよう、こうやってどんどんパヨの居場所をなくしていきましょうね、全国の共産党地方議員にとってこの式典一大イベントなんですよ。これに参加するための費用、せっせと出店料目的のバザーを開催したりせこせこ小金稼ぎしてますよ。なんかあのバザーとかあのテント張って、物食わすお祭りみたいなのによって出店料一つのあのテントから500円とか 1000円取って、それがあの20、30ってなるとまあ2、3万とか4、5万とかになるじゃないですか。そういうのはあのせっせとやってね、共産党議員が。なんであの小金稼ぎして広島への旅費にしております。あいつらあの記念式典で騒ぐ脳みそが全くわかんないですね。式典にはまだまだ直接のご遺族も出席されてるっていうのにね。お父さんがあの亡くなったとか、そういう方もまだまだいらっしゃるんですよ。安倍総理が出席した会の帰りコールひどかったですよね。世界中からハテナって思われたんじゃないのかな。大谷ハラスメントをやる日本のマスゴミみたいに、あの人らあの日本人じゃないから誤解しないでほしいんですよね、あの世界の方は。5月8日コロナ5類移行から丸1年、そんな経つんだ。厚労省が昨年5月から11月の半年間のコロナ死者を1万6043人と発表しておりました。世論です。テレビで連日大騒ぎしてた、これより大勢亡くなってるのに騒がないね。そういえば増えましたね。なぜかコロナ以外の死者も激増したんだよな。運動不足と肥満で死ぬ人の方がずっと多い。ただの風邪のはずなのに年間3万人か。死亡者の年齢分布はどうなんだ。老衰もカウントしてないか。こんなに亡くなっても報道しないのはマスゴミに戒厳令出てる。コロナによる死亡と認定する方法に疑念を持っている。コロナ前はインフルエンザで毎年1万人から3万人亡くなってたんですよね。私のあの高校の同級生の清高ちゃんは40代前半でインフルエンザで亡くなってしまいました。玄関先で倒れてた。インフルエンザ陽性、まあ、病院に勤めてたんですよ、清高ちゃん。で検査でインフルエンザ陽性って言われて、熱も出してて早退しますっつって帰ってね。でアパートのですね玄関で倒れてたんで、清高ちゃんはですね体重160キロあってですね、まあインフル以外でもいろいろあったと思うんですけれどもね。コロナ中はコロナ陽性なら車にひかれてもコロナ死なって言って数えてた。今考えてもひどい認識。厚労省その他はコロナ死を多めにしてですね、なるべく、被害を大きく見せて税金吸いたい、利権を増やしたい、ってやってたんですね、あからさま。恥ずかしくないのかなって呆れてしまいますけれどもね。
今のコロナ死認定方法はどうなんすかね。半年で 1.6 万人だったら年間3万人以上の死者で結構な数だと思うんですけどね。ちなみに昨年の交通事故による死亡者数は2678人でした。ピークだった1970年の1万7000人からだいぶ減りました。1970年がピーク、それまで右肩上がりで、そこから右肩下がりなのはですね、1970年にあの車が行き渡ったんだろうなーって、交通量もピークになったんだろうなーなんて考えますけれども、2023年の総死亡者数は159万503人、ほぼ160万人だったそうであります。総死亡者数はですね、数が多い団塊世代がですね、そういう年に差し掛かるんで年々増えていくと予想されております。でピークを迎えてだんだん今度は右肩下がりになって、で数が多い私のような団塊ジュニア世代がそういう年になってたらまた増えてってって考えられております。今年は160万人は突破するんでしょうね。もしかしたら170万人行くかもしれないですね。今後数年間でですね、テレビを信じる方々がドドンと減って随分世の中変わって思いますよ。あと数年は生きてですね、それ見届けないとね、5年でだいぶ変わって思います。私の考え、テレビの影響力だだ下がりだから騙される人が減るっていう。今日の単身鈴木俊一財務大臣、7月3日の新札導入以降も旧札は無期限に使えます。インフレ抑制のため旧札の使用を規制した1946年の新札導入とは全く違います。旧札切り替えから20年経過しており、新札導入は偽造防止のためですと。そっか、無期限に使えんのか。タンス預金している方は安心ですね。伊藤博文の千円札もあっという間に見なくなりましたね。1年かかんなかった気がする。聖徳太子の1、2万円は今より一回り大きくてありがたみがありました。ありがたみがあった聖徳太子の1万円。小さな食堂なんかでですね、食券機交換の負担どうしようって記事も見ましたけれども、新札も旧札もいける機械の開発どうなってるんでしょうね。初めの頃は駅とかで混乱するんだろうな。それをテレビが大げさに騒ぐ未来が見えます。福島みずほ、国会でセキュリティクリアランス制度、情報取扱い資格制度について必死で質問。ハニトラも調べるの？ハニトラは思想信条、労働組合活動歴、渡航歴も調べるの？必死。この人スパイですからね、心配しちゃいますよね。情報を盗めなくなることよりもですね、セキュリティクリアランス制度によって調査権が発生し、仲間が調べられることを恐れてるんじゃないでしょうか。調査する権限が発生してしまう。つまり後ろめたいと。スパイ防止法に反対するのはスパイそのまんまですね。毎日新聞社説、日本はもう移民なしでは回らない現実を直視する必要がある。欧州主要国で一番外国人住民率が低いイタリアが 11%、イギリス、フランス、ドイツはもっと高いであります。13とか15とかね。日本は未だに 2% 台なんですよ。まあ 2% 台後半なんですけれども、なので移民なしには回らないっていうのは全くの嘘、大嘘であります。毎日新聞読者だけそうだそうだって騙されてればいいよ。もう100万人割ってるしね。あと数年でこれも激減するしね。横浜市バス、ドライバー不足で大幅減便。人口が減っていくんだからバスの本数もそれに合わせて調整していくべきですね。大変だ、外国人ドライバーを輸入しようって特定技能制度で安易に増やそうとしてるのが全然分かってない自民党であります。にしても横浜みたいな大都市でそうなんか、これは地方都市はもっとひどいんでしょうね。まあドライバー不足っつっても
賃金不足なだけなんですけどね。年収1000万で募集が出たら、なんぼでも来るよ。アニメ映画、君の名は、プロデューサー、伊藤浩一郎、52歳、少女売春で逮捕。SNS で探した。少なくとも20人買った。だそうで。ツイッターよく探したら、売り物が見つかるんでしょうかね。私のタイムラインには、そういうの一切流れてこないけど、やっぱツイッター内検索かけないとダメなのか。今後は、行き地にとかじゃなくて、渋沢にとか、栄一に行って隠語になるんでしょうか。診察だ。売ってるもの買って何が悪いって意見もありそうですけれども、法律でそうなってるんだからしゃあないですね。それに自分の娘より年下が好きだなんて気持ち悪いよ。私にも娘がおるんで、そう思うんです。自分の娘より年下が好きなんて気持ち悪いよ。君の名はじゃなくて君お名はになってしまいましたね。ちらこれはおっさんがですね、うまいこと言った時にちゃんと相手も分かってるかなって確認する、チラッっていうダジャレとか言った時にチラッって確認するっていう、宗教法人取り消しの統一教会、韓国で除霊で視力アップ、商売を開始またインチキ臭いけど、よっぽど金欠で困ってんでしょうね。除霊で目良くなったら眼科も眼鏡もいらねえだろって、ジタバタあがかずゆっくり滅びていけよ。みっともない、恥って概念もないんでしょうねこいつらね。とにかく日本のマスゴミはですね、外国人に迷惑かけんのやめろって、日本人のふりして。もう世界の人、日本のマスゴミは中身日本人じゃないっすからね、誤解なきように。なので日本人って動画してるよって、日本のマスゴミは異常だわ、って思うのはいいんですけど、日本人が動画してるっては思わないでほしいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。当のポスター貼ってくれる方募集しております。NHK 割増金被害者探しております。よろしくお願いします。デトックスジャパン。